1390航空機ユンカース1390は1290から派生したモデルで大型輸送機、洋上哨戒機、長距離爆撃機として使用されることを意図した航空機である。本機はお流れになったアメリカ爆撃機計画アメリカボマープロジェクトにメッサーシミットミー264やフォッケウルフ t A400 と共に提案された中の一機であった。 2機の試作機が基礎となったユンカース190と1290の主翼に内翼を挿入し胴体を延長して製造された。最初の試作機 V1 号機登録記号 GHUK は 190V6 号機製造番号 J49181940 年7月から1941年4月まで民間登録番号 DA 浮クド。 その後1941年4月から1942年4月まで KHXC として土井空軍で使用された後にユンカース工場に戻され 1390V1 に改造を改造して製造された。V1 号機は1943年10月20日に初飛行を行い良好な性能を示したため 1390A-1 という名称で26機が発注れたが 1944年中頃にプロジェクトがキャンセルされた1290の生産に伴って、ために実際にはこれらの機体は製造されなかった。試作2号機の V2 号機 RCDAA は1290の機体、製造番号 J90155 の 1290A1 から改造されたために、V1 号機よりも全長が長かった。 洋上哨戒機型と長距離爆撃機型がそれぞれ 1390B と 1390C と命名された。爆撃機型は自衛用に Me328 パラサイトファイターを携行することが提案され、フリッツ X 体幹誘導を搭載した1390の試作機がテスト飛行を実施したと信じられている。V1 号機はドイツのデッサウにある ユンカース工場で製造と大型の組み立てが行われ、1943年10月20日に初飛行を行った。この機の性能に満足したドイツ航空省は2機の試作機に続き26機を発注だが、1944年6月に26機の1390の契約がキャンセルされ、その年の9月には全ての作業が止められた。 1943年11月26日に 1390V1 号機は他の多数の新しい航空機や試作機と共に東プロイセンのインステルブルクでアドルフ・ヒトラーに披露された。ユンカース社の元テストパイロットのハンス・ヨアヒム・パンヘルツの飛行記録によると 1390V1 号機はインステルブルクで披露された後すぐに フラハに運ばれ1944年3月まで、そこで空中油のテストを含む多数のテスト飛行を実施した。1944年11月に 1390V1 号機はデッサウに戻り部品を外されて最終的には1945年4月の遅くにアメリカ軍の侵攻に伴い破壊された。1390V2 号機はベルンブルク で、組み立てられ1943年10月に、初飛行を行った。この機体は、洋上紹介機型仕様であったと言われている。胴体は8.2フィット、2.5メートル延長され、フグ200方辺トバイル、砲炎ウィール空体艦、ASV、エアツーサーフェイスベッセルレーダーと5問の防御用の20メートル MMG151、20機関砲を装備していた。ウィリアム・グリーン。 グリーン、ウィリアムは、実著の中で4本の20メートル MMG151、20機関砲と3本の MG131、機関銃という異なる防御用の武装を記している。テストパイロットのアイゼルマン、イセマン中尉は1944年の2月には試作、V2 号機、RCDA を飛行させたと飛行記録に記載している。しかしケスラー、 コスラーと、夫、夫は 1390V2 号機が、ようやく完成したのは1944年の6月で、テスト飛行が始まったのは1944年9月の下旬であったと述べている。1944年はじめに、ドイツからケープタウンまでのテスト飛行を行った、1390は、V2 号機であるとかないとか言われている。 この話の唯一の情報源は1969年のデイリーテレグラフ誌に掲載された祈祷のニューヨーク爆撃計画という憶測記事である。この記事によればハンスパンヘルツが問題の飛行を実施したと言ったとされている。執筆者のジェームズ・ダフィー、ジェームズ・ P ・ダフィーはこの発言に対して広範囲な取材を行ったが成果はなかった。ケスラーと夫は彼ら自身が パンヘルツにインタビューしたにもかかわら、両人ともこのことについては何も言及してはいない。1390の北米への飛行が最初に公に言及されたのは1955年11月11日発行のイギリスの雑誌、イギリス空軍フライングレビュー誌、RAF フライングレビューの中で、編集員の一人が航空記者のウィリアム・グリーンであった。 雑誌の編集員たちは2機の1390が飛行したという話には会議的であったが、1956年3月に彼らはこのことを明確に記述した読者からの手を掲載した。この手紙には1機が飛行し、ニューヨークのすぐ北のアメリカ東海岸まで12マイル、19キロメートルの地点に到達したと書かれていた。グリーンによると、1944年6月に、 連合国軍の情報機関が捕虜を尋問して一気の1390が1944年1月にボルドー近郊のンイコールドイコールマルサン中流のフェイガーを、第5長距離偵察飛行隊に配備されアメリカが州国沿岸12マイル1 9トル以内ニューヨークの北までの32時間にわたる偵察飛行を実施したことを聞き出した。しかしこれは戦後すぐに イギリス当局により否定された。航空士屋のケネス・ウェレル博士、ドクター・ケネス・ P ・ウェレルは、この話が1944年8月の捕虜の尋問の一部と表題を、航空機エンジンと航空機器に関する一般報告書という二つの、イギリス長方機の報告書が元になっていると述べた。校舎には、1390が、ロングアイランドの海岸の写真を撮影したと、記されているが、 その写真は一枚も発見されていない。当該飛行については、イギリス空軍フライングレビュー誌以降、イリアム・グリーン、自身の尊敬に値する著書、ウォー・プレインズ・オブ・ザ・セカンド・ワールド・ウォー、1968や、ウォー・プランス・オブ・ザ・サード・ライヒ、1970を含める多数の書籍で言及されるが、どれも信頼性のある、情報元からの引用ではないし、 グリーンの著書を情報元としている著作者さえもいた。グリーン自身はずっと後年になってケネス・ウェレル博士にその飛行についてそんなに信憑性を感じていないと語った。ウェレル博士は後年時390の航続距離に関して可能性のあるデータを検証してみてこう結論づけた。フランスからニューファウンドランド島のセント・ジョンズまでの大演習回飛行は可能だが セントジョンズからロングアイランドまでのさらなる2380マイル、3830キロメートルの周回飛行は、ほぼありえないだろうと。カール・ケスラー、カール・コスラーとギュンター・オット、ガンター・オットも、彼らの著書、大グロソンですわ、ユンカースジ0 8 9 90、290、390、第五シシュタイナー・フラックスッケ・ファムリーの中でこの飛行に、 ついて検証し、ロングアイランドへの飛行の謎を完全に明らかにした。最も重要なことは、当該飛行が実施されたと思われる日時に、フランスの近郊の難所にもそれに供されたと思われる場所がないことである。ハンスパンヘルツの飛行記録によると、1390V1 号機は1943年11月26日に、プラハに移送された。そこで一連のテスト飛行をこなし、 それは1944年3月まで続いた。2番目に重要なのは、ケスラーとオットは 1390V1 試作機が改造により、構造上の強度に問題を抱えており、そのような飛行に必要な燃料を搭載して離陸する能力はありそうにないと指摘したことった。当該飛行に必要な離陸重量は72トンで、 あるが、V1 号機の評価試験中の最大離陸重量は38トンでしかなかった。ケスラーと夫によると、1390V2 号機はアメリカへの飛行はできなかその理由として、V2 号機は1944年の9月、10月には、まだ実動状態になっていなかったことを示した。しかしながら1944年には、洋上で長距離飛行任務にあたる、 十二百九十を支援するための空中給油機とての十三百九十の運用実験が計画されており、1943年末の段階でドイツ空軍の空中給油システムが完成の域に達していた場合には当然のことながら十三百九十がプラハを発進した上でのニューヨーク到達可能となる。十三百九十の爆撃偵察機モデルが設計されると、 この超長距離航空機に日本陸軍航空隊が非常に興味を示した。1944年の秋に日本政府はユンカース 1390A-1 の製造権を購入し、ライセンス生産の合意のもとに1945年2月28日までに帝国陸軍の現地代表の王やおさむ少将、陸軍兵器本省ドイツ駐在官に詳細な 製造図面が引き渡される予定であった。しかしながら契約のこの部分が履行されたかどうかの記録は残っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。